ホーネットは、ホンダ技研工業が、製造を販売するオートバイのシリーズ商標である。ホーネットとは、英語でスズメバチを意味し、モデルコードが、CB 排気量 F のため CB シリーズに属する、レイキッドタイプである。講義的にはかつて製造されていたモデルでは、排気量 250cc600cc900cc に分類され、 日本国内仕様では 900cc モデルを除き、メイン社名 900cc 日本国内向けモデル並びに、海外向け輸出仕様ではペットネームとして使用された。さらに各モデルとも以下の共通事項がある。また上述モデルとは別に、インド国内の現地法人、ホンダモーターサイクルスクーターインディアが2015年から、 同国内向けに製造販売する CB160R のペットネームとして使用される。本校では日本国内仕様を中心に解説を行う。1995年の第31回東京モーターショーに参考出品後に MC23 型ジェイドからの実質的後継者として1996年1月25日、 発表、同年2月20日発売。形式名 MC31。正式社名は、英字表記のホーネッツ。排気量の250をつけた故障は後に発売された600 cc、600cc、900cc モデルと区別するための、便宜上用いられる通称である。搭載される MC14E 型水冷4、ストロークカムギアトレーン4バルブ DOHC4、気筒エンジンは、 MC23 型 j イドからのキャリーオーバーで、元は1987年に発売された MC14 型 CBR250 法に搭載されたものである。何本モデルへの搭載に最新以下のチューニングを実施した。リアサスペンションはモノショック構造であるが、他の同社製ネイキッドモデル同様にリンク機構は与えられていない。 変歴以下のマイナーチェンジを実施平成10年自動車、排出ガス規制に適合させるため、エキゾーストやインジェクションシステム並びに、エキゾーストマニホールド集合部に三元触媒を搭載した、形式名 BAMC31 への変更に、伴う以下のマイナーチェンジを実施。BAMC31、フォースシルバーメタリックカラー標準色にパターンに、 受注生産オプション税抜き1万円高で、組み合わせから28タイプのカラーバリエーションが、選択可能なカラーオーダープランを設定。以下のマイナーチェンジを実施同年11月28日発売で、以下のマイナーチェンジを実施さらに標準車の税抜き2万円高、ツートーンカラーを採用するホーネッツデラックスを、同年12月24日発売。車体色は、 以下の2パターンを設定。カラーオーダープランを終了させ車体色を変更する。マイナーチェンジ平成18年自動車。排出ガス規制を適合させずに生産終了。本モデルは、PC34 型が、日本で、PC36 型、PC41 型が、イタリア現地法人のホンダイタリアインダストリアーレで製造された。また社名は、 PC34 型に存在した日本国内、使用のみ、ホーネッツ600もしくはホーネッツ S であるが、海外向け使用はすべて CB600 回ホーネッツとなる。PC34 型 250cc モデルを大幅にパワーアップさせたモデルで1997年の第32回東京モーターショーに参考出品。翌1998年に、 日本国内並びにヨーロッパ市場で販売開始された。このため基本構成は踏襲するものの以下の点で 250cc モデルと異なる。1995年から販売されていた PC31 型 CBR600 回に搭載されていた。 排気量 599cc の PC25E 型水冷4ストローク4バルブ DOHC4 気筒エンジンに以下の設計変更を実施。これらの吸排気系チューニングにより最高出力はそのままに低中回転機でのトルクを増強し最大トルクは CBR600 回の5 1 k g ス m 7500rpm から 5.3kgfm 7500rpm へ増強。フレームは 250cc モデルから踏襲するが、搭載エンジン変更による出力増強に対応させるべく、フロントエンジンハンガーを変更した上で全体の合成バランスを取り直した。サスペンションは、前輪テレスコピックのフロントフォーク形を36。 ミリメートルから41ミリメートルへ体系化。またディスクブレーキをダブル化した。変歴日本国内向け仕様は、キャンディミュートスマゼンダヘビーグレーメタリックの車体色を設定。車体色にパールレスホワイトを追加。1999年の第33回東京モーターショーに参考出品されたハーフカウル装着並びに、 前輪ホイールを17インチへ変更したホーネッツ S を追加。日本国内向け仕様のホーネッツ600は、平成12年自動車排出ガス規制に適合させず2001年に生産終了。ヨーロッパ向け輸出仕様並びに、ネッツ S も2002年までに生産終了となった。PC36 型イタリアへの生産移管と合わせて、 設計変更を実施し2003年から製造された。本形式と講述する PC41 型はヨーロッパ専売モデルとなったため日本には正規輸入されていない。主な変更点を以下に示す。さらに PC34 型からはマフラーを含めたエンジンセッティングを変更したためスペックは最高出力 71kW12000rpm。12, 最大トルク 63Nm、1万 RPM となった。また2005年のマイナーチェンジでは、フロントフォークを倒立型とし、メーターもバイザーを持ったスピードをデジタル、タコをアナログとしたい軽タイプに変更した。なお本モデルは PC、PC38 型 CBF600NCBF600S と、基本コンポーネンツを共用する姉妹車である。 PC41 型ヨーロッパ打ちの排出ガス規制に適合させるためフルモデルチェンジを行い2007年から製造されたモデルで以下の変更点がある2009年には以下のマイナーチェンジを実施2010年のミラノモーターショーでは以下のマイナーチェンジを実施した2011年モデルを発表2012年にはフロントフォークに伸び側と 厚側の減衰力を無段階に調整できる HMAS を追加。2014年に実質的な後継モデル CBR650 回 CB650 回へフルモデルチェンジされ生産終了。形式名 SC48。250cc600cc モデルの大ヒットから、さらにミドルクラスフレームにリッタークラスのエンジンパフォーマンスを 組み合わせたモデルを要求されたことから開発し、2001年に発表された。オートバイとしての基本コンセプトや車両概要は 250.600cc モデルと共通するが以下の相違変更点がある。また、販売地域が日本、ヨーロッパ、北米の3地区となったためスペックは規制並びに測定、表示方法の違いから3種類とされたほか 以下のシムケチ別相違がある。このうち日本国内向け仕様は、平成12年自動車排出ガス規制に適合させたため形式名 BCSC48 として2001年9月28日発表、同年10月4日発売。当初は、フォースシルバーメタリック並びにイタリアンレッドの車体色が設定された。2002年10月24日発表、 同月25日発売。イタリアンレッドをキャンディータヒチアンブルーへカラーリング変更するマイナーチェンジを実施。2004年には日本国内向け仕様の生産終了とともにヨーロッパ、北米向け仕様は以下のマイナーチェンジを実施。本形式は2007年モデルを最後に実質的後継機種の CB1000R へ移行する形で生産終了した。 ありがとうございます。